こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの石本です。今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということでですね、緊急で動画回しております。なんでかっていうとですね、PMP の受験料がしれっと値上げされておりました。以前ですね、このチャンネルでご紹介した時はですね、会員でない人の受験料は、555ドルだったんですね。で、今年の2月ですよ。2月にしれーっと575ドルと20ドル値上げをしていたんですね。で、この前値上げしたばっかりなのに、ウェブサイトをね、ちょっと見てみたら、なんと会員でない人の受験料が655ドルになっていました。だから今年に入って約100ドル値上げされたってことですよね。まあ世の中何でも値上げですね。ねえ、ちょっとね、困っちゃったもんですね。でね、よーくウェブサイトを見てみると、PMI の本体の、アメリカの本体の会員の人の受験料は、405ドルのままずーっと据え置きなんですよ。そんでもってですね、PMI の会員の会費、メンバーシップのフィーがですね、1年で税込みで152ドル90セントなので、会費と会員の受験料の合計をするとですね、557ドル90セントで、一般受験者のですね、いわゆる非会員の655ドルよりも、100ドルぐらい安いんですよね。なんかよくわかんない価格設定になってきちゃってますが、さらにですね、動画でご紹介したように、まあ、PMI 本体のですね、アメリカ本国の会員になると、英語版のピンボックの第7版とか、プロセス群実務ガイドとか、日本語版のアジャイル実務ガイドとかがダウンロードできますからね。で、これ結構重要なんですけど、しかもですよ、1回目でもし受験で不合格になっちゃったとしても、再受験、2回目で合格される方結構いらっしゃるんですが、この再受験料がですね、会員だと割り引かれますよね。これから受験される方はですね、受験する、こう、1年間だけ会員になってもいいのかなって思っちゃいますよね。会員と受験のセットで割り引かれた金額でですね、受験するのもありなのかなってちょっと思いますよね。で、これね、調べてみると、この値上がったのがですね、8月の6日っぽいんですよね。でですね、今日は緊急動画なので、いろいろとインターネットで皆さんも調べてみてください。PMP 割引バンドルって検索すると、会員とね、受験のセットとかについていろいろ調べられると思います。とりあえず緊急動画でございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。